妨害刺激が多いほど B の探索に時間がかかる特徴探索赤の X は色のシングルトン、例は型のシングルトンである。共に探索は効率的に行える結合探索オレンジの四角を探してみよう四角探索は注意を要求する視覚的課題の一種である。四角探索は特定のオブジェクトや特徴をそれ以外のオブジェクトや 特徴の中から見つけ出す積極的な視覚的操作の過程に関連する。視覚探索は眼球運動と狂気することもあるが、そうではないこともある。食料を品店の棚の中であるブランドの米袋だけを探したり、人混みの中で友人を探すなどは視覚探索の例である。視覚探索の科学的な研究は方位の異なる線分や色のついた文字などの 単純で明確に定義された探索アイテムを用いて行われる。視覚探索の効率は妨害刺激の数や性質に依存する。探索が効率的になるのは目標刺激と妨害刺激が大きく異なっている場合である。与えられた配列の中の目標刺激と妨害刺激の数は定時刺激数と呼ばれる。定時刺激数の効果とは課題の成績が 定時刺激数に依存する程度のことを表す。定時刺激数の効果は、ほとんどない場合から、大きな効果を持つ場合まで、大きく変化する。定時刺激数の効果が小さい時の探索は、効率的であるといい、定時刺激数の効果が大きい時の探索は、非効率的であるという。特徴探索とは、色、大きさ、方位、形状など、 単一の視覚的特徴で定義された目標刺激を探索する過程のことである。特徴探索は一般には効率的に実行可能である。例えば、X の中から O を探索するのは高速に行うことができるし、赤い目標刺激の探索は妨害刺激がすべて黒ならば高速に行うことができる。結合探索とは目標となる刺激が 単一の視覚的特徴で定義されるのではなく、にしかそれ以上の特徴の組み合わせによって定義される状況での探索のことである。例えば、青色の視覚とオレンジ色の三角の中からオレンジ色の視覚を探索する場合である、オレンジあるいは視覚といった単一の特徴では探索の目標を一つだけ探し出すことはできない。 結合探索は一般には非効率的であり、課題を遂行するのに必要な時間は、妨害刺激数に、先比例して増加する。こうした探索時間の性質は、あたかも被験者が刺激中の探索アイテムを一つずつ、検討しながら、目標刺激であるかどうかを決断しているようであるので、蓄次探索、と呼ばれる。ありがとうございます。